こんにちは、レトスノーノです。8月29日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。9月からはもう本格的に模試の時期に入っていくんですね。まだ試験まで50日以上ありますので、ここで課題を見つけて修正していけば、今年の合格も十分可能です。逆に課題に気づかずに勉強を進めてギリギリになって課題を見つけても対処できません。なので課題が見つかっていない、課題がわからないという方は模試を行うといいでしょう。もちろん模試をやるからには実力を上げたいと思います。ただ市販の模試もあるんですが、やはり解説が薄くて自分で調べないと実力がつかないんですね。なので時間効率が悪いです。予想模試の目的っていうのは、4択問題に慣れる、解けない問題を見つける、さらなる実力アップを図る、この3つなんですけども、これら3つを満たす市販の模試ってあまりないんですね。で、一方でこれらを満たすように弊社レトスは模試を作成しております。そのため解説は細かく、関連ポイントは考え方、答えの導き方まで記載しているので、調べることも少ないです。実力を上げたいというのであれば、ぜひ弊社の予想もしお試しください。それでは本日の3問に入っていきます。賃借人 A は賃貸人 B に対する建物の賃料の支払いが不能になった場合、A は B に対する敷金返還請求権を自動債権として、弁済期が到来した賃料債務と対等額で相殺することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、賃借人 A は敷金返還請求権を自動債権として相殺することはできませんので、誤りですね。この敷金返還請求権っていうのは、賃借物を明け渡した後に発生する権利なんですね。そのため明け渡しがされていない以上、敷金返還請求権を持って相殺を主張することはできません。よって誤りだということですね。つなげて覚えることで、試験であれどっちだっけと迷わなくなります。個別指導の受講者さんについては、受講者専用のメールマガで動画をお送りさせていただきますので、そちらで学習しましょう。それでは問2に入ります。宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理または媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない、丸か×かという問題です。まず、宅建業の免許を受けていない者が宅建業の取引を行っているんですね。で、この取引に宅建業者が代理もしくは媒介として関与しているっていう状況です。この状況わかりますでしょうか。まず免許を受けていない者がいますよね。例えば売り主としていますと。で、媒介業者代理業者が間に入って、売り主と買い主、免許を受けていない売り主と買い主が売買契約をすると、まあ、こういった状況なんですよね。で、この場合なんですけども、この売り主は宅地建物取引業の取引を行うって書いてあるわけですよ。ってことは、売り主は宅建業の免許必要ですよね。したがって、この宅建業の免許を受けていない者が行った取引っていうのは無免許事業に当たるということです。したがって答えは×なんですね。つまり、無免許事業者が宅建業の取引をした場合、この取引に宅建業者が代理業者だったり媒介業者として関与していたとしても、無免許事業者が取引をしている以上、この取引っていうのは無免許事業に当たるということなんですね。だからこの場合は無免許事業者であるこの売り主ですよね。先ほどの事例で言ったら売り主が罰則を受けるということになります。この代理業者媒介業者っていうのはちゃんとね、免許を受けて代理とか媒介をやっているので問題ないんですけども、売り主が無免許事業で宅建業を行っているっていうのであれば、この売り主がダメなので、この人が罰則を受けるということになるということですね。で、問3ですね。市街区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、これ答えは×ですね。市街区域内の農地を耕作目的で取得する場合、原則通り農業委員会の許可が必要ですね。そして今回の問題文見ると、農業委員会に届け出れば参上許可受ける必要はないって書いてありますよね。これが誤りですね。届け出だけでいいという特例は参上許可にはないんですね。したがって誤りなんですけども、これ意外とこの点、届け出だけでいいと勘違いしている方ですね、混乱している方多いんですね。で、これは理解できていないからなんですよ。
丸暗記でやってると、大体こういったところで、整理できていなくて、失点します。また、本試験の時に頭が真っ白になる。もうこれは前提として頭真っ白になるって思って勉強した方がいいですよ。つまり何が言いたいかっていうと、理解をしておけば、頭が真っ白になったとしても答え導けるんですよ。で、実際私自身もこの問題について許可か届け出かって覚えてないんですね。その場で答えを導いてるんですよ。で、これどういうことかっていうと、イメージとしては、20たす25っていうのは、これ45ですよね。で、これって、おそらく20たす25イコール45。これ答え覚えてるっていう人いないと思うんですよ。その場で答え導きましたよね。20たす25計算して答え45って導いてますよね。20たす25イコール45って覚えてる人ってほとんどいないと思います。これ数字変えましょうか。30たす25。これ55ですよね。これも今計算したんですよね。これ答えを導いたってことなんですよ。丸暗記っていうのは30たす25イコール55。20たす25イコール45って答えをこう覚える。これが丸暗記なんですよ。だからこういう人っていうのは、じゃあ20たす20はって言われたら、40ってこれ丸暗記で覚えていないから解けないんですよね。でもこれ足し算のやり方を知っていたら、20たす20は40ってこれ答え導けるし、10たす10も20って答え導けますよね。これが理解学習なんですよ。こういうふうに答えを導くっていうことをやっていくことが重要なんですね。個別指導ではこんなことを教えてるんですよ。だから今回の問題についても、答えを導くやり方をすれば、許可か届け出かってこれ覚えていなかったとしても、答え導けちゃうんですよね。だから私はこれ覚えてないんですよ。許可か届け出かなんかは。でも答えられるんです。こういったものを増やすことによって点数って上がってくるんですよね。丸暗記じゃなくて理解してるから答え導ける。だから点数が40点とか45点とか普通に取れちゃうんですよ。問題が変わったとしてもそのぐらいの点数って取れちゃうんですよね。で、そういうふうな勉強の仕方をするってことがやっぱすごく必要なんですね。なのでこのような考え方を身につけたいという方はぜひ予想模試ご検討いただければと思います。予想模試はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。1年に1回の試験なので悔いのないようにしましょう。値上げまであと2日です。ぜひ手に取って理解学習を実践していただければと思います。あなたの合格を願っております。レトスの小野でした。